5周年を迎えました。まあ正確にはね18日の生放送でね迎えたんだけど、まあ、今日はちょっとね、うん、そろそろまたあれをやりたくなってきちゃったわけですよ。あれとは、そうあれですよ、はい、すなわち節問バカ。我々これから6年目に突入でございますよ。はい、そうですね。そう、新しくなんか見てくれてる人も実は増えてたりするんじゃないかなと思って、うん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 、ちょっとおさらいじゃないけどさ、うん、今と昔は考えてることが違うかもしれないでしょ。そうだね、成長してるからね我々も。うん。何その声。そうだよね、成長してるよね。出るだろう5年も経てば。まあ、気持ちもいろいろ変わってるし、好きなものとかもね変わってるかもしれないから、うんうんうん、ちょっともう今日はね、うん、ひなひなをいっぱい知ってもらうためにも、そうだね、質問箱やっちゃおうと思います。それではミュージックスタート。丸々なんですか。リズムに乗ってテンション高めに質問答えていきましょう。せーの、 Are you ready? 田中の姫ちゃん質問です。好きな食べ物なんですか。肉まん。これは変わらず肉まんです。あと海鮮の牡蠣、あとね鮭おにぎりの食べ比べやった結果ね高いやつがうまい。田中の姫ちゃん質問です。今やってみたいことなんですか。白まで食べたい。自分の胃の限界を知りたい。ひなも一緒にやりたい。一緒に食べるか。田中の姫ちゃん質問です。姫ちゃんの出せる最高音は。モスキートーンとまではいかないけど、あのよく叫ぶと前にある譜面台がキーンって、ね、反響するよ。田中の姫ちゃん質問です。好きな漫画は何ですか。メイドインアビス、マドマギとかの、あの絵柄可愛いけど話が結構、ま、黒重いのが好きかな。はい、こんな感じです。どうですか。思い出してきましたね。あー、全然リズム遅すぎて余裕でいっぱい喋っちゃうな。鈴木の母ちゃん質問です。好きなおにぎりの具は何。イカ納豆。これがね、本当に美味しい。あ、でもこれ手巻きだったかもしれないけど、みんなも食べてほしい。鈴木の母ちゃん質問です。好きな髪型は何ですか。ショートカットですね。アイナミレイちゃんとかレムラムとかね、西野つかちゃん、リンちゃん、あと永田ゆくちゃんとかも最高です。なんか変わってた、垢抜けたよ。
あ、じゃ一皮むけたって言ったかったんだ。あ、むけたんだ、ちゃった。いや、むけむけですよ。むけました。まあね、こんな感じの我々ひめひなですけれども、はい、ごみんな改めて知ってくれたかなかな。いやー、もう 200% ぐらい伝わりましたね。そうだね、酸いも甘いもということでね、はい、6年目も我々はまだまだどんどん成長していきます、うん、みんな応援よろしく。目を離さず6年目、10年目、100年目の質問箱あの、何リズムに乗って答えるも楽しみに待っててくれ。よぼよぼだよ。ひめひなチャンネルをよろしくお願いします。はい、それではごきげんよう。タンタカラタ、タンタカラタ、タラッピピピ、チャンネルメンバーシップ